令和2年1月11日、阿蘇市消防団の出初め式が阿蘇市黒川の阿蘇農村公園アピカ陸上競技場でありました。まず阿蘇市内の消防団総員411名が12分団ごとにラッパ隊の音楽に合わせて分列行進を行いました。そして整列した団員を前に佐藤義興阿蘇市長が団員の日頃の活動に感謝の念を示しねぎらいの言葉を述べました。また永年勤続者功労賞表彰の伝達や退職者に感謝状が贈られました。団長訓示では高飛団長が阿蘇市消防団としての誇りを胸に災害に対して万全の体制を整えていくとの決意を述べ、団員の士気を高めていました。